ブランズハッチは、イギリス県都州にあるサーキット。全長3703メートル。現在は、オールトンパークやスネッタートンモーターレーシング、サーキットなどのオーナーで、2009年より再開された、FIAF2 選手権のプロモーターでもある、元 F1 ドライバーのジョナサン・パーマー率いる、モータースポーツビジョン社がコースを所有している。イギリス GP が、 1964年から1986年までシルバーストンサーキットと一年交代で開催されてきた。1983年と1985年にはヨーロッパ GP として開催された。2010年までは世界ツーリングカー選手権が開催されたが2011年からドニントンパークに開催が移った。現在はイギリスツーリングカー選手権や イギリス F3、ドイツツーリングカー選手権などをメインに開催している。2012年ロンドンパラリンピックでは自転車のロードレース及びタイムトライアルの会場として使用された。ホームストレート1コーナー最終コーナー全体に高低差の非常に大きな高速テクニカルコースである。同じイギリスのシルバーストンとはキャラクターが大きく異なる。ホームストレートは ピット側に大きく傾斜しているのも特徴。コース前半はコーナーが続く低速セクション。中盤から終盤にかけては上り下りを繰り返しながら森の中を突っ切る高速セクションとなる。ホームストレートを一気に駆け上がり、1コーナーのパドックヒルベントへ、急激に坂を下る高速の右コーナーである。1コーナーを抜けるとすぐに坂を駆け上がり、フルブレーキで、 ドルイドベントヘアピンへ。1コーナーからこのヘアピンにかけては接触事故が多いポイントである。インフィールドの中速コーナー区間を抜けると急勾配の坂を一気に駆け下りるダウンヒルストレートへ入り、深い森の中へ。ダウンヒルストレートはスピードが急激に伸びる上、急勾配の下り坂でマシンのバランスが崩れやすい。さらにオーバーテイクが可能なエリアであるため、 接触事故が非常に多いポイントである。1988年の F3000 では十数台のマシンが激しく絡み合う大クラッシュが発生、ジョニー・ハーバートが重傷を負ってしまう。森の中は3つの高速コーナーが連続し、森をぐるりと取り囲むように周回する。3つ目のコーナー、ディングルデルは、右、左と素早く切り返す高速主権員であったが、 回収されて一つの高速コーナーとなった。森を抜けると、また急勾配の坂を駆け上がりながら最終コーナーを迎え、ホームストレートへと戻る。ブランズハッチ。ありがとうございます。